先週に引き続き茂原市にやってきたお二人、マヤの突然のマジックに皆さん驚きを隠せない。皆さんの元気な笑顔が見ることができました。町へ出よう、運気上昇へ向かって解決パワーズ。市内を流れている豊田川にある見事な桜並木と、突然ですがここ茂原に東京の秋葉原にも売っていないあるお店があるらしい。せっかくなのでお二人に探してもらいましょう。なんかすごいと起きましたねこれ。マヤさん、はい、茂原ってあまり詳しくないでしょ。初めてです。私は自分の生まれ故郷なのに、ね、地元なのに、高校もここでこの辺来るのは初めてなんですよ、うん、で、ほら話聞いたじゃない、はい、なんか秋葉原にでもない、うんうん、めったに買えないものを売ってるお店があるって来たんだけど、秋葉原にないものってないんじゃないですか。見てくださいこれ、え、タンポポも満開で。確かにね、あのタンポポは秋葉原に売ってたんですか。秋葉原のね、電気街に売ってないものがあるって言うんですよ。タンポポでしょ。いや、タンポポだ、電気じゃないから。この辺だって聞いたんだよね。積んじゃいましたけどね。この辺だって聞いたんだよ。これですか、もしかして。ああ、いやなんか無線電気全般すいません、はい、これやってんのかな。でもなんか歴史あるって、いい言い方すると歴史あるね。うまいうまいうまい、感じでね、歴史があるってうまい、でも正直言って、これ回転してんのかな。見た感じは閉店ですけど、でも見てください、ほらあっち、うんうんうん、あっちあっち、うん、オープンって書いてあります、ね、ああこれオープン、オープンオープン、しかも電飾で 10時から。いや、すいません、6時半のこれ、6ちっちゃいっすねこれ。じゃあやってない時もあるってことかな。一回6剥がれたんですよねこれね。それで、あ、開いた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 、え、じゃあちょっと先輩、監督ちょっと開いちゃったから。いや、これはマジシャンでしょ。だって今お店の人と目合いましたからね。いた、いましたよ。いたの、完全に会釈してました、奥で。え、じゃあ監督ちょっと、監督だからね、入っていただきますよ。はい、どんな感じか。すいません、いらっしゃいませ。今突然失礼します。お邪魔したのは丸島無線。屋根にはアンテナもいっぱいあるぞ。店内はプロ用の測定器やら部品が天井からぶら下がってます。東京の秋葉原の電気街に行っても手に入らないような、すごい珍しいものがここにあるって聞いてきたんですよ。間違いないですか。はい、まあ東京からのお客さんも多いですからね。わざわざ秋葉原、秋葉原通り過ぎて秋葉原にはないからうち来るっていう人もいますよ。これ私、茂原工業高校出身なんですけど、こういう店があるの初めて聞いたんですよ。工業高校も取引ありますよ、契約してありますよ。もう茂原の、茂原農業と商業になっちゃったけども、それもあるんだ。あれ、なんか奥にいるのは、はい、奥様ですか、もしかして。女房です。奥様、ちょっと奥様も。奥様。奥様、ちょっとこっちに。奥様、若いなぁ。いや、もう60いくつですよ。若い。63ですよ。ですか。いやいやいや、何ですか、タイの、タイの奥様。いや、この、はい、バカ野郎だな。来ていただいてありがとう。若い奥さんもらったバカ野郎でしたね、この人。地元で生まれて？そうですよ、地元育ちです。何年前ですか、このお店やったのは。ここ生まれやったのはね、ここ、うん、この道路ができたのがね、うん、30年前です、平成の前にできたんですよ。もともとこういう電気部品のお店をずっとやられてたんですか。いや、私は本職はね、うん、自転車とかバイクを売ってたんですけど、まるっきり違う。これは子供の時からの、夢。そうです、ドリームですか。なるほど、夢が叶ったドリームだったと。なるほど、ね、秋葉原に負けない電気部品を、取り扱おうっていうのは夢だった。そういうことですね。それとタイからの奥様をもらうのが夢だった。そうです、ね、ところで秋葉原にもなかなか売っていない部品って何なんでしょうか。めったに手に入らないものって。そうですね、今、まあ、奥さん以外ですよ、奥さん以外。いろいろありますけど、はい、例えばこれなんか、これ、何ですかこれ。これは温度ヒューズです。温度ヒューズ、これはね、あの有名な、日本にないから、私あのタイに行って仕入れてきたんですよ。あ、タイランド。そうです、これもそうです。これ何ですか。これはね、ビデオとか、はい、ラジカセとか、うん、そういったののね、ゴムベルトなんですよ。あ、昔の、そうです。最高はね、やっぱし、うん、
大阪から電車で来ました。大阪から来る、すごいっす、ね、私ここ3年間、タイにいちごの仕事で行ってるんですけども、そうですか、こういう部品って目に止まらなかったんですけどね。いや、タイはね、秋葉原より大きいとこありますよ。あの、全て電気部品です。いや、今度行ってみます。名前がデパートが両手、じゃあやたらにね、電気部品を扱って奥様と出会われたってことなんですか。いや、あ、そうですね。実は丸島さん、最近もっと嬉しいことがあったそうです。タイの孫がね、頭のいい女の子なんですけど、6歳、それがね、まあ、可愛くてね、じゃあそんなおめでたい話だったからカットして帰りましょうか。じゃあここは奥様の素敵な笑顔をもっといただきましょう。先ほど奥様とのエピソードね、出会いの、はい、出会いの素敵なエピソードを伺いましたんで、ちょっとあの運命の赤い糸ならぬですね、運命の赤いコードをちょっと使って、はいはいはい、ちょっと赤いコードありますね。ありますよ、はい、200円出しましょうか。安いですね。じゃあこれ何のコードなんですか、ちなみに。これはいろいろ配線やなんか使うやつです。配線、ね、基板の配線とか。基板の配線か、そういったのを使う。これ結構長いですね、これ。5メーターぐらいあります、ね。あ、5メーターぐらい、はい。じゃあちょっとこちらをですね。これ電気流す。そうです、流すよ、電線ね。はい、はい、電線です。こちらの端っこちょっと旦那様すいません、はい、持っていただいて。はい、こちらじゃあいいですか、奥さん持っていただいて。はい、そして、このコード、ちょっとよく見ていただいて。はい、ニッパってありますか。ああ、はい、ありがとうございます。じゃあここですね。はい。見ます。はい、見ます。いや、切っちゃった。あ、切りましたね。あの、すまん、後で200円払います。切れました、本当に、はい。はい。で、そのまましっかり持ってはい、持ってます。あ、大丈夫です。じゃあ、奥様しっかり持ってていただいて。はい、持ってて。じゃあ、お二人のご縁がちょっと本物だったら、これがですね、不思議なこと起こります。ちょっとゆっくり引っ張っていただけますか。引っ張る。ゆっくり引っ張っていただけます。はい、引く。あれ？あ、すごい。あれ？はすみません、はい、これさっきニッパで切りましたよ、ね、切りましたよ、ちゃんと見ましたよ。奥さん見たでしょ。見た。カットしたよね。うん、お見事。実はこの後ひっそりと奥様に茂原の魅力について聞いてみました。どんなとこがいい、いいんですか。俺がいるからでね、はい、またいや仲睦まじい丸島ご夫妻の笑顔ありがとうございます。